オヒロです。ナオです。本日はですね、はい、岡山市北区富田町にございます超大人気のおうどん屋さん男うどんの本店にお邪魔しております。はい、大好きおうどん。はい、こちら男うどんさんなんですけれども、はい、まさにこだわり抜いたうどんということで、うん、はい、ぜひですね皆様にご紹介したいと思いましてお邪魔させていただきました。はい、それでは早速行ってみよう。改めまして本日お邪魔したのは岡山県岡山市北区富田町にございますさぬきの男うどん本店様でございます。はい、サンステ岡山店の方にはお邪魔したことあるんですけれども、うんうん、はい、この本店には初めてお邪魔させていただきましたよ。はい、店内はね、うん、めちゃくちゃ綺麗でとっても居心地のいい空間でございました。はい、こちら男うどんさんなんですけれども、うん、オープニングでも言ったように使われている素材細部にまでこだわられているということでございますよ。はい、はい、それご紹介しちゃってなおさん。はい、まずお出汁で使用される昆布、うん、はい、これね北海道産の利尻昆布を使用されてるみたいだよ。こだわってるでしょ。はい、でねここすごい醤油、はいはいはい、この醤油はね、はい、110年続くね、はい、玉島味噌醤油を使われてるからね。ほー、こだわってるそして最後、はい、木下製粉の小麦粉。ほう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 、小麦粉もしっかり、いやもうすごいんよこだわりが。とにかくね、そうなんだ、ぜひねもう一度味わってください。そうだね、本当にね、うん、まあ、今まで普通に食べてたうどんとは一味違うっていうのはね、はい、あ、そうだね、絶対皆さん感じると思いますよ。うん、でもここまでこだわるっていうことはもちろん作り方も繊細に仕上げないと、うん、はい、なかなか提供まで難しいと思うよ。確かにね、うん、こう匠の技って感じだよね。あ、そうだね、本当そうだね。はいはい、でね、こちら男うどんさんなんですけれども、はい、結構夜飲みもできちゃうということで、お酒の種類も充実してたりとか、うん、はい、このように晩酌セットなんかもございますからね。はい、おでん気になるね。確かにね、うん、はい、今度ね居酒屋利用もしてみましょう。はい、あとねこちら今メニューに載ってるカレーうどんの種類も非常に充実しておりますよ。そうだね、はい、今回ね、はい、なおさんこの焼きチーズカレーうどん頼みましたね。はい、あと個人的に気になったのがこの男のカツカレー うどんって呼ぶのこれカレーうどん、うん、うん、うどんとねライスが両方楽しめちゃうと。はい、あとこれですよ。そうね、アプリダウンロードでなんと次回使える500円引きのクーポンをゲットできちゃいますと。はい、お得だね。ということで、はい、私もちろんゲットさせていただきました。はい、ぜひね皆様もダウンロードしてみてください。お待たせいたしました。私が頼んだのはこちら男うどんさんおすすめ男の肉ぶっかけでございます。男うどんさんは大盛り無料だからね。そうなんですよ。はい、大盛りにするとねなんと麺量が 600g まで増えていきますからね。また多いよ。はい、こちらがこだわりのうどんですよ。はい、はい、本当にね、うん、もう生きてるって感じ、はいはい、こう喉をねすごく通りたがるの。はい、あ、あとこのごぼうですよ。あ、これも有名。そう、想像以上にねごぼうが柔らかくて、うん、はい、もう甘みがね、うん、もうジュンジュワーって感じで口いっぱいに広がりますよ。はい、あとはね、うん、お肉の方もね、はい、あれもめちゃくちゃ甘辛く煮込まれてて美味しいよね。絶品でございます。はい、はい、で今いただいてるのがねトッピングで追加させていただいたナスでございます。うん、あ、好き好き。油がいいんだろうな。そうだね、もうね全然油っぽくなくて、はい、ナス本来の風味がね口いっぱいに広がります。ぜひ頼んでみてください。いよいよ登場しましたよ。この焼きチーズカレーうどん。珍しいねこれまた。なんなら竜田揚げトッピングしてるからね。はい、贅沢でございます。はい、これね上のチーズをバーナーで焦がしてるのかな。おー、うわ伸びるねでしょ、うん、ほんと熱々で提供されるので、はい、カレーも熱いしこのチーズも熱いし、うん、それにこの麺が相まって、はい、ほん本当に美味しい。ああ、いいですな。そう、またね、うん、新しい食感なんだよね。ほうほうほう、このトロトロ感と、うん、しっかりした麺と、うん、このチーズのとろやかさ、うん、が相まって美味しかった。
またこの竜田揚げにチーズがねかかっちゃったりとかしてね、はいはい、もう興奮気味ですな。奈緒さんなんかすごい本当に美味しかったの。はい、すごい伝わってきましたよ。でしょ、これ本当、はい、ご飯にも合うと思うよ。あ、間違いないね。さあ、はい、お待たせいたしました。それでは爆食タイムスタートでーす。はーい、さあ見てください。このね、あと注目していただきたいのは器でございますよ。はいはい、ちょっとね、うん、独特な形といいますか、はい、かなり平べったいお皿に、うん、こうさまざまな具材がね、はい、並べられて、まるで絵画を見ているかのようなね、うん、はいはいはい、美しさもね醸し出してるんですよ。これいいよね。こう浅い器なので、うん、このタレ、お出汁の部分が平均的に麺に絡み合うので、うんうん、そういうこと。なんかねすごい食べやすかったよ。こだわってる、ね、いやもうこだわりがすごいんよと言ってる間に完食でございます。早い、はい、ちょっとね、はい、早めに、はい、でもちろんこんなね足りる僕ではございません。なおさんの残りもね、はい、きっちりいただきました、はい、非常にね、はい、コクがすごく美味しいカレーうどんでございましたよ、はい、さあ完食でございます、はい、ぜひですね、はい、皆さんも男うどんに行って、ほんとね、もうトッピング次第によっては無限の可能性がございますからね、うん、そうだね、うん、楽しめる、はい、いろいろなものにチャレンジしてみてください、はい、ごちそうさまでした。いやもう大満足ですよ。美味しかった。どうだったカレーうどん。初めてね、うん、うどんの上に焼きチーズが乗ってるものをね、うん、食べました。いやすごかったね、インパクトも。そう、あのコシがある麺と、うんうんうん、スパイスの効いたカレー、うん、あと焦げがちょっと効いた濃厚なチーズ、この酸味が、うん、相まってめちゃめちゃ美味しかった。いや僕ももらったけどね、ね、本当にもうコクがすごかった。美味しかったですよ。美味しかったです、はい、でね、私の方のうどんの方もね、はい、もうあの特殊な器っていうのかな、ちょっとあんま見ないじゃん。広い感じだね、はい、あの広い器の中にね、うん、もういろんな具材が乗っかって、はい、もうお祭り騒ぎです。食べててすごい楽しいですね。もちろん味も美味しいですね。素敵なうどんでございました。はい、あとね、うん、お店の雰囲気も、うん、まあなんか男うどんって聞くと、うん、ちょっとむさ苦しい感じするじゃない。あ、まあ、名前だけ聞くとね。全然そんなことない。そうだね、もうめちゃくちゃ清潔感のあって、もう女性にもすごく人気のお店となってますんで。おしゃれだもんね。そうなの。うん、またね、うん、大将のあの笑い声がいいね。大将すごい気さくな方で。だね、もう常連さんがね多いんだろうね。そう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 、皆さんに挨拶されて。そうね、すごい、はい、いい感じのお店でした。はい、ぜひですね、皆様も改めて、はい。こちら男うどん様の本店の方にですね、はい、お邪魔してみてください。はい、はい、改めて私たちのこいこチャンネルはこのように岡山のグルメ情報やスポット情報なんかを週に2回配信しております。おすすめの情報等ございましたらコメント欄にご記入いただきますと嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いします。本日は以上、どこいこチャンネルのヒロでした。なおでした。